皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日も、ね、やっていきたいと思います。で今日はですね、えー、多くのエンゼルスファンがね、えー、期待している、えー、まあまあ、開幕戦までのですね、えー、補強ということで、まあ、3つ、えー、まあ、出てましてね、記事になってますので、それをご紹介していきたいと思います。で、まあ、エンゼルスはね、ここまで、えー、いくつかの、ね、ロースターの穴をね、えー、埋めてきて、まあ、素晴らしい仕事をしてきたんではないかとね、えー、最初の方は、 言われておりましたけども。ただ、まあ、このところ、えー、静かすぎるということでね。まあ、もう終わってしまったのか、どうなのかということなんですけども、まあ、まだね、えー、終わってないだろうということではあるかなと、えー、書いておりまして。で、まあ、ただですね、えー、いい選手はですね、どん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 こう、契約が決まっていってですね、まあ、それをこう、ただぼーっと見てるっていうことには、まあ、イライラしますね、ということが書いてありますけども、うん。 なのでまあこの後ですね、まだ何かしらあるだろうというね、まあ思いはやっぱりあるわけで、まあそこがね、えー、何なのか、そして何をこうファンは求めているのかというお話であると思うんですけどもね、それをまあ3つ挙げられているということで、まあ当たり前のことなんですよね、うん。ただまあね、一応紹介していきたいと思います。でまず一つ、えー、ショートをどうにかしようということですね、うん。 で、まあ、エンゼルスとしてはですね、まあ、このオフシーズン、こう、利用できそうな、まあ、ショートですよね。最高のショートと、まあ、一人も契約できませんでしたと。うん。で、ただ、まあ、彼らがそれをするとは思っていませんでしたけども、まあ、彼らがここに、試みているという噂を見ないのは残念ですということでね。まあ、ビッグ4と言われているところは、まあ、無理でしょうね、と言われていたし、まあ、そこにエンゼルスが向かっているという噂もなかったと。 え、いうことになりますのでね。まあ、それは残念だな、というふうに書いてあるわけですけどもね。ただまあ、エンゼルスは、そのね、ビッグオート契約しなかったとしても、うん、まあ、何かしら、改善していかなければならないんではないか、ということで、まあ、昨シーズンはですね、開幕フレッチャーで行って、で、まあ、負傷でね、うん、ベラスケスが多く出たという形にはなりましたけどもね、うん。 ただベラスケスはまあ優れたディフェンダーだったんですけど、打つ方がまあひどすぎたということでね。うん。まあ厳しかったと。そしてエンゼルスのショートの昨シーズンの f r は1.1で全体で27位でしたということでね。うん。まあこれはまあベラスケスがプレーすることが大きな理由でしたということでね。まあ守備は良かったけど、打つのでマイナスがかなり大きかったという感じですよね。 で、フレッチャーもショートとして36試合、まあね、全体で61試合プレイしてますけども、まあ、ショートとしてこう出るというよりかは、やはり、うん、セカンドだよねっていうところで、で、現状、まあ、ただ開幕ね、このまま迎えるとなると、えー、ショートはね、フレッチャーが行く可能性が高いわけですけどもね、うん。ただ、あの、要は、セカンド、本当はセカンドだけど、まあ、ショートをやってる、 まあ、打撃がちょっと低い選手と、がフレッチャーそして、まあ、守備的にはサードがいいんだけど、まあ、打撃はまあまあ良くてセカンドを守るヒゴみたいなね。うん。ところがこう、いるということで、うん、まあ、そういう流れでね、まあ、なんていうんだろうな、自分のやっぱ一番得意なポジションで出ようとはなってないっていうことでしょうね。うん。なので、まあ、ヒゴはね、ちょっと、 まあ、年、ね、っていうか、シーズンによってね、どこがうまいとかってちょっと変わってきてる気がするんですけど、まあ、フレッチャーに関しては、まあ、セカンドの方が絶対いいよねっていうのは、まあ、思うわけでね。うん。まあ、その中で、まあ、ね、しょうがなく出ているっていう形なんですけども、まあ、それをどうにかして、えー、まあ、とりあえずショートを埋めたいっていう話ではあるんですが、ただね、まあ、そのショートを取るっていう選択肢もあるんですけども、えー、このところずっと言われているね、セグラーを取って、 まああの、フレッチャーとヒホをね、ショートでこう使うっていうね、うん、形、そのパターンが、まあアンドラスのような選手を取ってきて、まあセカンドと、セカンドをね、フレッチャーとヒホで行くみたいなね、ようなパターンというのがまあ考えられるっていうことですけども、まあただね、えー、いつでもこう内野にね、えー、まあ要はスター選手は4人いてね、まあそこに行 行けばまあ、もしかしたら取れたかもしれないっていうね。状況ではあったし、それを期待していたファンもまあいたわけですよね。うん、僕はあんま期待してなかったけど、ただやっぱりそれを期待していた方からするとね。まあ、アンドラスっていうところが、例えば来たとしても、まあそれを飲み込むのは難しいね。案なのかなっていうところですね。うん、ただ。まあ何かしらしないとダメだよね。っていうことでね。うんだから。まあ大幅なショートのアップグレードをしたいのであれば、やっぱり。 トレードなのかなっていう気はしてますけどもね。まあ、アンドラスと、えー、イグレシアスかな、うん、今ね、いるのがね。うん、なので、まあそこかな。FA だとそこかなっていう感じですけどもね。まあトレードだったらやっぱロサリオとかその辺がいて、まあその上を狙えたらまあね、狙えるんであれば、うん、取ってきてもいいかなと思いますけど。うん、ただまあトレードならね、えー、お互いのチームが OK って言えば、まあ拒否権がなければ、 ちゃんと選手は来ますから、まあ、その方が可能性的には高いのかなっていうふうに思いますしね。うん、まあ結局トレードも他のね、ショートを欲しいところと、まあ、競争にはなるので、まあ誰を提供できるかっていうところにはなってくるのでね。まあエンスがいいところを取るのであれば、えー、マイナーの選手がね、うん、かなり出さないといけないとなりますが、ただまあ来シーズン勝負をかけるんであればね。うん まあその方がショートとしてのアップグレードは、まあトレードの方が上がるんじゃないかなとは思いますね。そして2番目ですけども、まあブルペンというところで、まあブルペンの予想は非常に難しいということでね。まあなんかこうブルペンのね、値段も結構上がってるしね、なかなかこう難しいっていうところなんですけども、まあとりあえずエステベスとね、契約したんですけども、まあ彼をこうね、現状だったら多分、 ね抑えに使うんじゃないか。そして、まあ、そのために来たみたいなコメントもありましたのでね。うん。まあ、そういう感じの話にはなってるのかなとは思いますけどもね。ただ、まあ、まだもう一人は追加してほしいよねっていう話ではあると。まあ、そういうふうにまあ思ってますよね。皆さんもね。うん。ただ、少なくともまあ、もう一人追加されたとしてもですね、ファンからすると、そこかなそこなのっていう、まあ、満足しない リリーバーが決定するんじゃないかみたいな感じで書いてありますしね。うん。まあ、ちょっと、うん。っていうところですね。だからまあ、もちろんもう、いいところは消えてい,いってる、まあ感じでもあるしね。うん。なので、まあ、もう一人追加されたとしても、まあ、ちょっと、どうなんだろうっていうところになっちゃうんじゃないかなっていう雰囲気の、うん、選手が来るんではないかという形にはなってますけどもね。うん。なので、まあ ね最悪その、チャップマンとかね、キンブレルとかね。まあ、昔、昔っていうか、まあ、ちょっと力は落ちてるけど、まだ使える選手はいると思いますし、まあ、このトレードに関しても、やっぱり、あの、リリーバーに関しても、やっぱりトレードで、まあ、取ってこれる選手もいますので、まあ、そういうところの方が、まあ、やっぱりいいのかなっていうね。まあ、この前も話して通りね。うん。まあ、だからトレードだと来てくれるかな問題がなくて、 まあ、両チームで話し合って、じゃあ、この選手とこの選手ってやって決まれば OK なのでね。とりあえず、まあ、来てはくれるわけですよ。うん、なので、まあ、FA だとね、交渉して、まあね、4チームとか3チームとか来てたら、そこからね、選ばれないといけないのでね。まあ、また、そこも難しい問題なんでね。うん、まあ、リリーフに関してもトレードかなっていう感じですよね。えー、そして3番目としては、ローテーションの、まあ、バックエンドに満足してないだろうということで、 まあ、あの、後ろの方ってことですよね。うん。まあ、アンダーソンと契約してっていうところだけなんですよね。うん、で、まあ、昌平に次ぐ、まあ、ローテ、ローテを獲得して、あとは、まあ、サンドバル・デトマーズがいて、で、まあ、スアレスがいるっていう感じでね。だから、まあ、スアレスが5番手、6番手みたいなまあ場所にいて、まあ、そこにもう一人追加したいよねっていう話ではあると思うんですよね。うん、なので、 まあ、このまま行って、まあ、中でね、えー、あげるとすると、まあ、カニングかデイビッドソンになるんじゃないかっていう話ですけどもね。まあ、ただそれだとね、ちょっとやっぱ厳しいよねっていう話ではあると思うんですよ。うん。なのでね、まあ、やっぱり追加できるなら追加した方がいいんじゃないかというところですよね。で、まあ、この書いてある感じになれば、まあ、イオバルディっていう名前もね、出てるんですけども、 ただ、この書いてる人はね、ずっとイオバルディとは、まあ、契約しない方がいいんじゃないかっていうことがね、まあ、やっぱ書いてあるわけですね。うん。まあ、その、怪我の問題があるからっていうことなんですけどもね。うん。ただ、まあ、彼をやっぱでね、でも取ってきたら、6番手としての待遇というか、まあ、使い方ではなくなってくるのでね。まあ、本当に割り切って6番手でっていう感じだったら全然いいと思いますけども、彼を取った場合は、まあ、2、3番手みたいな扱いにはなってくるので、 まあそこですよね。うん。まあ、だからそうなった場合はスアレスが6番手スポットに行くって感じになると思いますけどもね。だから僕はそれでもいいかなとは思いますけども。ただ怪我があるのでね。まあいまいちこうイニングも投げられてないっていうね、最近そういうことになるので。まあちょっとっていうところですよね。うん。でまあそれ以外だと、えー、セスルーゴね。あとは昨日ですか話した昼。 のような、まあね、えー、後ろの方で投げさせるっていうか、6番手で投げさせるピッチャー。そしてまあ、なるべくベテランがいいんじゃないかっていうところですね。まあ、イニングを食べてゲームを維持できるベテランが必要だと思いますということでね。まあ、この意見に関してはいろいろな話があるという、まあ、意見があるんで、まあ、必ずしもこれが正しいということではないということなんですけどもね。 ただやっぱり追加できるんであればもっと必要だと考えていますということでね。うん、いずれにせよね、ローテーションの後半は、まあエンスファンの間では大きな話題になるだろうということで書かれております。まあそうですね。うん。まあこのところずっと言ってるところですけどもね。まあみんな、皆さんご存知のっていう感じの問題なんですけども、 まあでも全部やっぱりね、この FA のところが動いてないというか、エンゼルスとしては静かになんかしてるっていう感じになってるのでね。んで、今日も何もないし、明日は何か動くかなーって思ってるんですけどもね。まあ何もないと。他が動いてても何もないっていう感じなのでね。うん、まあどうなんでしょうねということですけどもね。うん、まあなかなかね、こう、 まあ難しいというか、まあ動いてはいるんだろうけども、取ってこれてないんじゃないかなとは思いますけどもね。うん。まあなかなかね、まあ難しい問題なのかなと思いますが、まあこの問題がね、開幕までに、まあなんでもいいですよね。トレードでもいいし、まあ FA で取れたんなら取れたでいいわけですから、まあなんかしら埋められればいいなと思いますしね。なのでまあトレードなのかなと。でトレードもね、結構まあ、開幕近づいてから決まって、 てくる場合もあるのでね。まあ、最後まで、ま、あ注目はしといた方がいいかなと。うん。急に、マジかっていうのは決まる場合もあるしね。うん。ま、ヤンキースも去年、うん。結構開幕前じゃなかったでしたっけね。サンチェスとか決まったのね。あれは結構びっくりしたんですけどもね。うん。確かなんだろう。どっかにね、出かけてた時に出てきたんだよね、情報がね。 だからびっくりしたんですけど、そういうパターンもあると思うんでね、うん、まだ、えー、トレードとかね、注目しておいた方がいいかなというふうに思いまして、とりあえずエンゼルスファンが望むですね、開幕までの補強ということで3つご紹介しました。えー、続いてもエンゼルス話なんですけども、まあショートの話ですね。これも記事が出ているのでね、ご紹介していきたいんですけども、まあエンゼルスは次どうするのかということで、えーまあ、スワンソンがね、あの、市場から消えまして、まあ4人がいなくなったと。 まあエンゼルスとしてはまあショートをねどうするのかということでね、どういうふうに動くんでしょうかという話なんですけども、結局エンゼルスとしてはそのビッグフォーのねショートにえーまあアプローチしていたようには見えませんでしたっていうのをあ先ほども書かれていたんですけどもね、これについては明らかにがっかりしていますということでね、でも普通に考えたら分かってたでしょっていうことなんですけどもね、エンゼルスファンからしたらね。だからこの人もエンゼルス のことをまあ書いてるわけなんですけども、まあでも普通に考えればそうだよねっていうところなんだけど、まあ、やっぱり期待はしていたんでしょうね。うんまあ、もちろん期待していた人もいるんだけど、まあそんなに金出さないよなっていうのは思ってたしね。うん、で結局、でもその子が最大の、ね、ニーズだったわけですよね、エンゼルスとしてはね。うん、なので、まあそこのまあ、利用可能な FA のまあ選手は全然もう,こう別のところに行ってしまったのでね。うん まあ先ほども言ったようにセグラを取って二類として使ってフレッチャーとヒホをショートにするか。でまあヒホとフレッチャーを二類でしてアンドラスを取るかっていうね。まあ先ほど言ったと思うんですけど、まあそういうところもまあありますが、まあエンゼスがショートを見つけるにはね、やっぱりトレードだろうということで、えー、まあロサリオ。そしてまああとはミゲル・ロハスなんていうことも出てきてますね。うん で、あとはコメントにもあった黒、あの、ジャイアンツのね、黒ォードということで、まあ、コレアをゲットしたので黒ォードはっていう話がありましたけどね、まあそこ。あとは、えー、IKF ですよね、うん。と、まあアダメス、まあアダメスは出さないって言われてたのかな。ちょっとわかりませんけども、あとはティム・アンダーソンっていう名前もあったんですけど、ティム・アンダーソンも多分キープだった気がするので、 まあ、その辺は厳しいかなと思いますけどもね。ただ、トレードの方が、まあ、可能性はやっぱあるんじゃないかっていうふうには書かれてますよね。うん。で、まあ、個人的には、クロフォードね。うん。まあ、サードに回るっていう感じにまあ、言われてるっていうか感じだとは思うんですけども、ジャイアンツでね。うん。ただ、まあ、どうなんでしょうね。年もあれだし、まあ、ちょっとね、成績も良くなかったしっていうのでね。うん。それで、まあ、年俸もまあ、そこそこするんですよね。 まあ、それだったら他に行った方がいいのかなっていう思いはありますけどもね。ただ、あの、ね、トレードバリューっていうか、ね、対価としてはそんなに払わなくて済む場合もあるかなと思うんでね。うん。まあ、えー、その、ね、いくらだっけ ?16 ミリオンぐらいでしたっけね。うん。なんかまあまあ高かったと思うんですよね。この前調べた時に。だからまあ、それでもいいのかっていう問題ですよね。まあ、それだったら他に行ってもいいかなっていうのはありますけどもね。うん。 まあ、ロサリオがくれ、遅れるんならいいけどもね、っていうところなんですけどもね。ただまあね、それはどうなのかというところですけども、ただね、ガーディアンズもショートも結構ね、いた気がするんでね、うん。まあ、出すかもしれないかもしれないみたいなね、感じで思いますけどもね、うん。だからまあ、ロサリオ、IKF、うん っていうところかなと、可能性が高いのはね、あのショートで取れるなら。多分 IKF を取りたかったら取れると思うんですよね。うん、ただまあそこに行くと、そこまでのアップグレードにはならないのかなっていう感じでもあるのでね。うん。だから目指せるのはもうちょっと上を目指した方がいいのかもしれませんけども、まあ、可能性、トレードでこうもらってこれる可能性は IKF が一番高い気がしますね。ヤンキースファンから見てるとね。うん。あの、 ね、若いところを使え、使うっていう方向になってるような気がするので、ペラザとかをね。うん、なので、まあそんな感じですかね。そしてまあ、現状ね、そんなに動いてないんですけども、えー、ペリーちゃんもね、何かしらまだやる必要があるっていうのは多分分かってると思うし、で、さらにね、あの、コントレラス資金がありましたっていうので、一回湧いた後に何も起きてないので、 まあ、それでこう見せた通り、まあ、彼らがまだお金を持っていることはね、えー、私たちに伝えているということなので、まあ、何かしろということで書いてありますということですね。うん。まあ、何かしろですね。本当にね。なので、まあ、とりあえず開幕まで何かしらね、動いてほしいけども、まあ、毎日ね、何、えー、かしたかなって起きた時見るんですけど、何もしてないですよね。うん。なので、まあ、このところはまあ、静かで残念な日々なんですけどもね。 まあまた、この、ただね、もうすぐクリスマスなんでね、その辺は多分、ちゃんとお休みすると思うから、あんまり動きはないと思うんですけどもね。うん。まあだからそれが終わって、まあもう一週ぐらいあって年末が来て、まあ年明けてその後って感じになるかなと思うんでね。うん。まあちょっとだから動かない日々はあるかなと思いますけども、このホリデーシーズンでね。なのでまあその間、合間でちょこちょこ決まってくれればいいなとは思うんですけどもね。 まあ何かしらは期待したいですけどもね。うん。っていうところでしょうね。ということで、えー、本日のね、エンゼルス情報でした。つ、えー、いて別ニュースですけども、アストロズがですね、ブラントリーと再契約ということになりまして、1年で12ミリオン、そして4ミリオンのインセンティブがついているということなので、まあ、最大で16ミリオンになるってことですかね。うん。 まあ結局再契約っていう形になりましたね。うん。まあ、ねアストロズもこういろいろ探してたと思うんですけど、結局まあここに落ち着いたという感じなのかなと。まあいうふうに思いますしね。うん。まあ、ええー、またね、えー、結局追加されたのでね、うん、まあ同築としてはちょっとね、また選手が加わったなという感覚でしょうかね。そしてレッドソックスがジャスインターナーと契約ということで、 で、2年契約っていうか、まあ、1年プラスオプションみたいなことでね、うん、来年が15ミリオンで、プレイヤーオプションをね、その2024年使った場合は7.7っていうことなんで、まあ、あの、もう1年目はお安いけどもっていうところですが、まあ、ただ、結構年なんですよね、ターナーもね。うん、だからまあ、その2024年もしね、 ま、この、来年そんなに活躍しないで、まあ、その後、年、その2024年の契約が微妙だったら、ま、自分でこれ取るでしょうし、まあ、来年活躍して、えー、まだいい契約もらえるなと思ったら使わないでしょうしね。うん、で、あとは、ま、2023年のインセンティブが100万ドル、まあ、1ミリオンか、あるということだということですね。 まあそういう形で、レッドソックスはまあ JD にもね、レッドソックスは JD に行,く行ってるみたいな記事出てたんですけどもね、えー、まあ取られて、まあ、結局ターナーはまあなんかトレードじゃないけどもね、うん、まあなんかそんな感じになったんじゃないかなっていうことですよね。うんまあ、ということで、レッドソックスはターナーをゲットしましたという形ですね。えー、続いてパイレーツがロ期。 ロッキーズから粉状を獲得ということで、パイレスが粉状をゲットして、えー、ロッキーズにニック・ガルシアをあげたというトレードになったということです。で、次はですね、カブスがまあキャッチャー探してますよということでね、まあ、コトレラスがいなくなったということで、うん、まあお探しになってるっていう感じでしょうかね、うんえー。そして最後ですけどもね、昨日ですかね、あのジャッジの62号のボールが まオークションでね、終わったっていう形で、まあニュース昨日出てましたけどもね、えー、150万ドルなんで、1.5ミリオンになったってことですかね。うん。なんかね、あの、3ミリオンっていう3億のこう、まあオファーがあったっていう感じで聞いてますけどもね。うん。ただまあオークションにかけるという選択をして、えー、その半分にはなってしまったという感じですけどもね。うん ただその3億出しますよってオファーがあって、それが正式にちゃんと決まるかって微妙じゃないですか。あの、個人間のなんかあれだとね。だからまあ、オークションに出した方が良かったんでしょうけどもね。やっぱりその、まあ一個言われてるのは出す時期がちょっと遅いっていう。うん。シーズン終わってしばらくしてから出してるんでね。うん。まあ、すぐ出せばね、もうちょっと良かったかもしれませんけどもね。うん。 まあそんな感じでちょっと出すタイミング悪かったんじゃないかとかね。まあいろいろありますけども。まあコレクターの方がね、こう落札したような形みたいですね。うん。でまあジャッジについてはなんか入札する、こう、まあなんだろう、意思はなかったみたいなことでね。まあ電話もねなんかオークション前に電話会談みたいなのあったらしいんですけどもね、入札の意思はないということで。 まあ彼がね、取った人がまあ自由にすればいいということですよね。うん。で、まあ、えー、な,んなん実業家かなうん。中西部の著名な実業家でありコレクターの人が、えー、まあ買ったみたいですね。うん。まあ、どうなんすかね。1.5億。うん、ヤンキースが買ってね、ジャッジに契約と一緒にまあ、クリスマスプレゼントであげちゃえばいいんじゃないかな、みたいなね。うん。 感じしますけどもね。まあ、そんな、そんな簡単にあれ、ひょいってはね、ボールにね、そんなにお金出すかって言ったら、ま、そうではないんでしょうけどもね。うん。まあでも、どうなんですかね。62号のボールは個人的に持っているっていう、まあ、そりゃすごいけどね。うん。なんか他のホームランボールだったらいい、なんかいいかなと思うんだけど、62号はやっぱり、ね、本人が持っとくからね、 なんかその、博物館的なところにね、うん、やっぱ新記録のボールだから飾っとけばいいのかなと思,思いますけどもね。ただ一応まあ個人所有になるということになりますのでね。うん、まあでもそれにね、1.5億出すっていうのはすごいですけどもね、うん。コレクターでね。いやーすごいけどでもまあその売っ,売った人はね、うん、ちょっとどうなんでしょうね。ただまあでも、ボルトって,言って ねえ、この手数料とか引いたらいくらいなのかわかんないけども、でも1億ぐらいはもらえるってことなのかな。なのでね、まあすごいっちゃすごいですけどもね。まあとりあえずでも3億っていうところが1.5になっちゃったっていう話ではありますけどもね。うん。まあだからね、うん。どうなんでしょうねっていうところですけどもね。まあジャッジに渡るのが良かったんでしょうが、まあでもこれは個人の自由ですからね。そしてまあコレクターが買ったということで。 まあ、1.5億。まあ、これは高いのか安いのか、ちょっとよくわかりませんけどもね。その、62というボールのね、価値としてね。うん、まあ、でも、それを変えるっていうのは、まあ、すごいかなって思いますのでね。うん、まあ、素晴らしいですけどもね。うん、ということで、まあ、予想よりかは、えー、安く、まあ、 オークションでね、終わっちゃったということになりましたけどもね。うん、1.5億のボールということになりましたと。ということで、本日はね、これで終わりたいかなと、うん、思います、えー。ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、声がついたらコメントよろしくお願いします。では、終わります。えー、ここから雑談ですけどもね。まあ、昨日、ペットボトルのキャップ、どっちで開けますかということで、まあね、あのー、雑談で話してね、 あのね、アンケートでやればいいやと思ってね、コメントだと、まあ、そんなにこう来ないと思ったんで、うん。まあ、でもね、コメントでもたくさんこっちで開けますよっていうコメントいただいたんですけどもね。ただ、あの、アンケートやる、でやればね、今319票とか集まってまして、で、まあ、結果から言っていきますと、右利きで右で開ける人が64%なんで、やっぱり右で右が多いですよね、うん。 で、右利きで左で開ける人が24%。で、左利きで左で開ける人が5%で、左利きで右で開ける人が4%。で、歯で開ける人が3%ということでね。あの、歯で開けるっていうのはまた、これふざけてると思うんですけど、まあね、ふざけてこれ、選択肢入れといたらね、まあ誰か押すだろうと思ったらやっぱ押しましたね。うん。3%いましたということで、ダメだぞ、歯で開けたらね。かけるよっていうことでね。 ただやっぱ左利き自体が少ないですよねっていうところでね。うん。まあ、やっぱり左利きでやっぱ直されるのかな。うん。多分僕も左利きだったと思うんだよね、元がね。うん。ただまあ、ど、どうなんでしょうね。左利きっていつわかんのって感じで。まあ子供の時そっちのなんか手で使ってれば左利きなのか、なんかよくわかりませんけどね。うん。だから右で左で開ける人っていうのは、 まあ若干左利きだった可能性もあるのかなっていう感じですね。うん、まあ、でもやっぱ圧倒的に右右が多かったということでね。寒、う、さ、ん、は右右ですね。で、僕の父親も右右かな。で母は、母は左、右左、右利きで左だったな。って感じなのでね。だから、僕の周りで言っても五分五分なんですけど。うん ただまあ、右右が多いんじゃないかなって思ってましたけど、やっぱり64%ということでね。うん。でかまあ、聞き手聞き手で行くっていうのがまあ、ほぼほぼ70%ってことですよね。うん。で、残りの30%が聞き手と逆で開ける人。そして、残りの3%が歯で開ける人という形になりました。と <laughs> いうことですね。 で、あとまあ、これ、ついでって言っちゃあれなんですけどね。まあ、この流れ的に聞きたいのは、まあ、マグカップをどっちで飲むかですね。うん。あの、なんでこれ聞きたいかって別にね、どうでもいい話なんですけど、あの、スタバのね、マグカップで毎年、エトマグっていうのが出るんですよ。ちょっと画像のしときますね。うん。で、えとマグは、 まあ普通右利きの人って俺右で飲むのかなって思っててまあこれ分かんないんですよね実際。だからこれもまあ聞いてみなきゃ分かんないんですけどもまあサマンサーなんか右で飲むんですねコップ。マグカップね。で僕は左で飲むんですけどあのエトマグのやつっていうのは右で持ったらあの柄がですねあの前に来ちゃうのね。飲む、飲む方に来ちゃうんですよ。だからそっちで飲みづらいっていうかまあそこが飲み口ではないわけですよね。 だから、まあ、右で持つ人はなんか、まあ、もちろん左で持って飲めばいいんですけど、右で絶対持ちたい人はなんかこう、ひね、手首をもうこう巻き込んでこう飲むみたいなね。そういう仕草になるんですよ。サマンさんってそうやって飲んでるんですよね。なんだけど、まあ、だからなんであの、左で飲むのかなみんなね。そっちの方が多いから、右についてんのかな取っ手がね。スタバのあれは。うん で、これスタバの人に聞こうかなと思って、永遠に聞いてないんですけども、何年もね。ただ、右で飲む人にとっては非常に飲みづらいじゃないですか。だから何なんだろうって思ってるんですけどもね。だから左で飲む人の方が多いのかな。っていうのも聞いてみたくなっちゃったですね。この流れから言ってね。なので、まあまたコメントでもいいんですけど、アンケートでもね、またやっとこうかなと。うん、思いますけどもね。うん、なので、 ま、このマグカップ問題ですね。ちょっとや画像のしてるあ、あると思うんですけどもね。右で持ったら飲みにくいんだけど、みたいなことなんですが、まあ、どっちで飲むかですね。右利きで右で持って飲むか、右利きで左でもって飲むか、左で左か、左で右かですね。うん。歯で飲むはダメです、今回はね。うん。なので、 まあそれもね、えー、まあアンケート多分作っとくと思うんですけどもね。うん。まあそれもちょっとやってみてください。ということですね。うん。で、あとまあ今日ね、コストコ行ったんですよ。めちゃくちゃ混んでましてね。午前中行ったのに、まあ午前中って言っても、ね、そんなに朝一というか、開店で行ったわけじゃないですけど、だいたい開店での空いた時間からちょっとね、1時間ぐらいかな。 遅れていくんですよ。そうすると先にね、こう入った人がちょうど帰るぐらいでね、えー、駐車場もこう空いてみたいな感じで、まあちょうどいいんですけど、普段ならね、うん。ただ今日はもう、入ったらね、もう、列、あの、なんていうんだろう。レジの列がもうびっしりね、あのー、埋まってて、普通いつもレジなんか全部開放されてないんですけど、全部空いてるような感じでね、うん。でもぎっしり並んでんの人がね、 マジかと思ってね。すげえ混んでんじゃんって思って。で、まあ、クリスマスのね、まあ、その年末の買い出しとかもあったんですけど、まあ、なんかまだね、クリスマスのものを買うにはちょっとね、あのー、早いわけですよ。冷凍しない場合はね。だから、そんなに混んでないかなと思ったんだけど、非常に混んでましてね、びっくりしたんですけど、うん。だから、本当にね、帰ってレジ並ぶので、もうなんて言うんだろう。 普通ね、あの、レジ並ぶっていうか、レジがある手前ぐらいで人がいるレベルなんですけど、そっからずらーって、もうあの、売り場の方まで長,長い列になってて、で、そこからまあ、よとりあえず並んでですね、まあ、行くって感じなので、まあ、その売り場の中でね、もう並んでおかないとやばいってなって、だから、一人並んで、で、まだ買ってないそのね、あの、なんていうの、横の棚にあるやつはもう、ね、取りに行って、 で、並んでるところに入れてっていう感じでね。えー、まあ、効率、それは効率よくでやったかなと思うんですけどもね。まあ、予想以上にすごい時間がかかりましたね、今日はね。うん。で、まあ、すごい、やっぱいっぱい買ってる人もいるんですけど、まあ、こんなに並んでんのに、ほんとそれしか買ってないのみたいな人もいてね。うん。こんなちょっと買うだけにあんだけ並ばされたのか、みたいなのはね。まあ、でもしょうがないですけどもね、それはね。 ちょっと買いに来たらこんな混んでたみたいなことでしょうしね。じゃあやめて帰るかっていうあれでもないんでしょうか。だけどそういう方もいてね。うん。まあめちゃめちゃもう長い嬉しいと思ってる人もいますしね。まあうちはでも結構、なんかそんな買ったつもりなかったけどまあまあな金額いっちゃいましたけどもね。うん。まあなんか一個一個ちょっと大きいものとかね、その消耗品だけどなんか3つ付いてるとかあるじゃないですか。そういうの買っていくと、 まあまあなんか高くなりますよね。うん。で、ウィスキーのめちゃめちゃなんか4.5リッターのシーバスリーガル売ってましたけどもね。なんだこれだと思ってね。まあさすがにね、あの、シーバスリーガル飲むけど4.5リッターもいらないしな、みたいなね。うん。あとはミッキーのなんかでかいのとかいろいろ売ってましたけども、クリスマスのね。まあでも、うん、今日は予想してたより混んでましたね。月曜だからかな。うん。 なんかわかんないですけどね。まああの、クリスマス前にコストコ行く方は本当ね、ちょっと覚悟していった方がいいかもしれません。いつもね、クリスマス前とかに買い出し行くと、まあそれはまあ道も混んでるし、まあコストコも激混みなんですけどもね。まあ今日はクリスマス前とかじゃないんだけど、すごい混んでたというところでね。うん。いや、びっくりしましたということで、まあ雑談もね、これで終わりたいと思います。